はい、体、えー、のエーダーファンの皆さんこんにちは体のエーダー大好きな塾の久保ですこの体のエーダーなんですけども値段をね徐々に上げていって今34円になってますよね確かね体のエーダーって12030円になった時もあったんですよすごかったですよねあの時は1ドルを超えてこのままなんか10ドルとか100ドルになるんじゃないかみたいなことをね言い出す人もいたんですけどもその後、鎮沈静化してまあ価格はね 2円、3円、4円ぐらいに落ち着いて、今、34円に復活してきました。それではね、体の枝、プレセールで買った人の、今の日本円に換算しての価格、どのぐらいになっているのか、ちょっと計算してみましょうか。プレセールで1単位買うと、だいたいね、40万ダもらえたと思うんですよ。で、これで計算すると、ポンと、いくらなのかってことがわかります。はい。1300、563万円ですね。 えー、億万長者ではないですけども、1000万円長者はクリアしたと思います。ですんで、えー、最初ね、最小単位が15万円ぐらいだったと思うんですけども、15万円ポンと投じた人は、今、こういう風なね、100倍ぐらいになってるってことですかね。すごいですね。で、その時になんか、頑張って、100万円分ぐらい、150万分ぐらい10単位買った人っていうのは、もう1億3000万、ね、こう、含み益があるってことですね。もちろんこれ、 決済しないといけませんからね。で、決済すると、手数料と税金かかってきますんで、一気に半分ぐらいになっちゃいますけども、結局ね、あの、体のエーダーで買えるものって、今は日本にあまりないんで、ほとんどないんで、いや、全然ないのかな <laughs> となると、日本円にしないといけないじゃないですか。うん、だからね、まあ、半分はお国に献上することは仕方がないかなと思いますけども、このまま、体のエーダーがもっともっと値段を上げてくれてね、えー、本当にね、あと、10倍ぐらい、なってくれたら、 今、34円でしょこれが340円ぐらいになったら、皆さん送り人みたいな感じですよね。で、半分は気持ちよく税金払って、あ、ジ・エンドって感じでございます。まあ、体の枝ね、プレセールで出た時は、詐欺の商品じゃないかなと思ったんですけども、うーん、なんか逆詐欺というかね、無理やり儲けさせられちゃったみたいな感じがありますね。うん、これからも応援していきたいと思います。はい、それでは終わりです。